おはようございます。おはようございます。西島さん、はい、今日はどうしてグランドに来たんですか？今日はあの合同会社リベラックっていう会社の、はい、あの公式チームが立ち上がるということで、僕投手コーチやらせてもらうんですけど、はい、その今日練習会があって、はいはい、あの小田原球場に来てます。なるほどですね。それを皆さんにちょっとリアルをお届けしたくて、はい、ぜひ動画に収めれたらなと思います。かしこまりました。楽しみにします。はい、ということで練習会の様子をどうぞ。はい、ということで始まりました小田原フレンドリークラブの練習会。今日は暑い中たくさんの選手に集まっていただきました。竹山さんもわざわざ名古屋からお越しくださいました。あ、竹山さんじゃない、竹山監督。そして流行りの呼び方を呼ぶとビッグボス。さあ皆さん、暑い中頑張っていきましょう。まず最初の種目は遠投に入ります。まさかバックスクリーンに当たる選手はいませんでしたが、皆さんなかなかの肩の持ち主でした。一番目立った子で 98m という記録が出ました。さあ2種目目は 50m 走、足速い選手がたくさんいました。いやー、僕がやったら確実にここで落とされてるでしょうね。皆さんよく走りました。はい、ここで竹山監督と僕とスタッフの方で遠投と 50m 走の結果について話し合っております。次から実技に入りますんで、皆様よく見ておいてください。次は党内連携になります。なかなかコーチっぽく風格を出すことはできなかったんですけども、明確に選手たちに次の行動を伝えることができました。皆さん党内連携もしっかりと見ておいてください。技術テストが始まるとなると選手たちも少しずつ緊張感が出てきました。その頃グラウンドでは野手たちが走塁練習を行っております。代表自ら走力をチェックしております。暑い中ご苦労様です。一番の肝となるコーナリングを見てるんですかね。おっと、ビッグボスもしっかりコーナリングを見ております。いやー、威圧感ありますね。選手たちがこわばってそうです。その頃外野ではピッチャーたちが党内連携に向けてキャッチボールを始めております。僕もキャッチボール久々にしたんですけども、全然投げれませんでした。その間グラウンドでは走塁練習が行われておりました。監督自ら走塁練習に指導を入れていました。選手たちは緊張した顔で監督の話を聞き入っておりました。監督と臼井代表が選手について話し合っております。お目当ての選手がいたんですかね。さあピッチャー陣のキャッチボールに戻りまして、あと何分後に投内始めるよと声をかけると、さすがショートスローや取ってからすぐ投げるような練習をされており、そういうところも評価ポイントの一つですね。本当この日は暑かったんですけども、たくさんのスタッフの方に支えられて素晴らしい練習会ができました。僕が投内連携のためにバットを持つと、監督が代打で代打でっていうので、その一瞬で周りが笑顔になりました。そしてこの僕のぎこちないノックをどうぞご覧ください。こんな笑いも必要かなと思って、実際はめちゃめちゃ恥ずかしかったです。この投内連携でバッターボックスに立ってピッチャーの球を見るということが、この後の評価ポイントへとつながります。練習会なのに参加してくれた選手がたくさんいい声を出してくれたので、テストというよりかはチームみたいな感じでしたね。いざノックする立場になると、現役の時こんな打球嫌だったなっていうのが思い返してきて、なかなか際どい打球が打てませんでした。
もう守備なんか僕なんかより全然上手い選手ばかりでレベル高いなと思いました。監督の視線が鋭いですね。カメラ目線一つもくれません。それほど集中してグラウンド見つめております。参加してくれた選手は高校3年生からそして社会人を引退した選手、さまざまな年齢層の選手に参加してもらいました。しっかりスタッフも映しております。皆さん暑い中ご苦労様です。本当にありがとうございます。党内が終わった選手から監督の個人面談が入ります。ちょっと今はね笑いが見えてるんで真剣な話ではないと思うんですけども、この練習中に監督が話した言葉を練習後に選手を選択する判断材料にされてました。午前中が終わってようやく監督もカメラ目線もらいました。なんもないよ。いや、グラウンド整備まで本当にありがとうございます。皆さん、代表の薄井さん、熱い気持ちが僕にも伝わりました。昼休み休憩中の記念ショット。さあ午後は実戦に入ります。ネット裏で2人で話し合いながら選手を判断しておりました。実戦となると場の雰囲気が一気に変わりましたね。審判もつけて皆さん真剣モードです。僕と竹山さんも会話なしにプレーにのめり込んでました。さあ少しばかりここからは選手たちのプレイバックです。さあどうぞ。ナイスボール。はい、ナイスボール。最後の練習はショートセカンドに分かれてのゴロホノックです。ドラゴンズで定番の練習でございます。やっぱり映像で見て竹山さんと僕のノックを比較すると全く違いますね。いや、練習します。ここで一つ思いを述べさせていただきたいなと思います。小田原フレンドリークラブ、来年2023年から始動するわけですけども、クラブチームにはなかなかない正社員雇用、そして好きなように練習できる綺麗なグラウンド、そして何よりも熱い気持ちを持った関係者の方々、非常に恵まれた野球チームになるなと僕は思いました。都市対抗出場を目指すのはもちろん、僕はこの中からプロ野球選手が出てほしいなっていう気持ちもあります。ぜひ皆さん一緒に野球をやって勝利の美酒を浴びましょう。ここで監督にキャッチャーフライを打てと無茶ぶりをされます。さあ結果はいかに。初球が見どころです。初球そんな初球からうまくいくことないですよね。さあ2球目上がりました。僕はね完璧だと思ったんですけどね、竹山さんがフライが小さいということでお手本を見せてもらいました。さすがです。滞空時間の長さ、経験がものを言いますね。ノックはさあ全ての練習会が終わり、最後に監督がまとめのミーティングを開いております。練習後は今後の進路について各選手と話をさせてもらいました。では練習会を終えての一言を竹山さんにもらいましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際練習会どうだったっすか。いや、面白い若い子がいっぱいいて、間違いないですね、楽しみのプレイヤーがいっぱいいるんでね、結構期待して。ピッチャーが結構多くて面白いな。そうね、今日ピッチャー多かったし、でも野手も面白い子いっぱいいるし、まだ若い子、若いからね、間違いないですね、夢があるよ。
でも多分ピッチャーの中で本格派が多かったんで、変則を募集した方がいいかなと。そうですね。でも変則募集したらすぐにやったら動画を見てるような人で、うん、もし僕が変則でとかちょっと興味あったようなピッチャーいたらぜひ欲しいなって感じなんで、まあ、いつものモノマネして145キロ投げるだろうな。まあそうです。横で145出てればもうすぐすぐって感じですよ、でどうですね、あと引き続き募集は野手ですかね。野手ですね。野手お願いします。野手キャッチャー何人ぐらいですか。キャッチャーは1人2人、うん、で内野手が4、5人と4、5人、外野手が3人、4人。あ、結構足んないですよね。うん、結構足んないところで、まあ時期が難しかったこともあるんで。そうですね、またもう一回多分やると思いますけど、第2次の次に結構集まっていただいたらなと思って、第2次ちょっと期待して待っとこうかなと思います。そうですね、はい、面白い人材がいっぱいいるので、はい、ですね、はい、で今日はありがとうございました。